皆さんこんにちは。コメントは元気の源、ウプ主のザンジとマリサ、霊夢、ヨウムです。よろしく。ということで今回はハロハツ放送局にて発表されたガルパ最新情報をお届けしていきます。レールガンコラボが終わって間もないのに今月も情報盛りだくさんだったわね。それではまずは恒例のカバー曲を見ていきましょう。今回カバーが決定したのはハロハピによるイヤーアニメワンピースの一つ目のオープニングね。いやー、私ワンピースのアニメは全部見てるのでこれは嬉しいですね。ワンピースの主題歌で原点にして頂点とも言える曲なのでこれは楽しみです。心ちゃんの声で聞けるとなると楽しい感じになりそうですね。続いては6月に参戦したレイズアスイレンの最新情報だぜ。8月に後編のイベントが来るからそのイベント楽曲が公開されたわね。楽曲名はインベイドショー。8月開催の後編のイベントと同時に追加が決定ですね。放送局の時にサビだけ流れてたがまたかっこよくコールが楽しそうな楽曲が出てきたぜ。譜面も割と難しめになる予感がしますね。低くても26、レベル27に上がってもおかしくないでしょう。やっぱりチチュラップはどの曲でも外せないわね。さらにこのインベイドショーは MV 付き、その MV も先行カットが公開されましたね。それがこれだがレイヤさんの立派なデコがアップされてるぜ。このマニの傾きを見ると目の前にいる人を睨みつけてるように見えちゃうな。レイヤさん地味に身長高いから子供は大泣きね。レイヤさんを圧が強い系キャラにするんじゃねえ。ラスのことだからまた MV は派手になりそうですね。 MV ライブといっても譜面はバーンアウト並みに見にくくなりそうだ。それじゃあ今回の目玉情報初音ミクコラボを見ていくぜ。2年連続で開催してたコラボだったけど今年もやってきたわね。第1弾と第2弾ではこれらの楽曲が追加されてきましたね。今回情報はなかったですが個人的にはこれらの楽曲のフルライブとか期待しています。一応歌ってみたの動画がフルの MV 付きだからそのまま実装される可能性はありそうだぜ。ロストワンがフルになったらコンボ数すごいことになりそうだわ。そして今回コラボ対象となったバンドはロゼリア、モルフォニカ、レイズアスイレン。未だ初音ミクコラボではカバー曲がなかったバンドたちが一斉に追加決定ですね。楽曲は全部未公開だったから何になるか楽しみだぜ。そういえば最近カバーされてほしいボカロ曲ランキングという動画を公開しましたね。今年もどうせ初音ミクコラボが来ると思って作った動画なので概要欄にリンクを貼っておくのでカバー曲の参考としてぜひ見てほしいです。そしてこれが各楽曲のジャケットのシルエットね。ロゼリアは椅子に座っているキャラが2人見えるな。2人ってなると鏡メリンとレンを思い出しますね。ロストワンの合谷のジャケットもこの2人のポジションは似てるような気がするぜ。モニカは6人っぽいから無難に初音ミクとかが一緒に写ってそうよね。さらにこのジャケットのボーカルキャラだけイラストが公開されたな。ボカロに詳しい人は衣装だけで何の曲か予想できちゃいそうだぜ。マシロちゃんの衣装とか見ると深海少女とか海霧海底探が来そうな感じするわね。海霧海底探なら希望カバーバンドにモルフォニカが入っていたな。ただやっぱりボカロの曲はとんでもなく多いから確信を持つのは難しいぜ。皆さんのカバー曲予想をぜひコメント欄で教えてください。そしてこれも初音ミクコラボ恒例の歌ってみた動画の新作ね。また YouTube とニコニコ動画で期間限定で公開されるから楽しみだな。さらに歌ってみた動画で流れる MV もガルパでそのまま遊べるので早く見たいですね。さらに過去の歌ってみた動画も再び公開されるようだぜ。当時ガルパをやってなかったって人はこれを気にチェックね。さっきも言いましたがこのフルの MV がそのまま追加されて第1弾、第2弾の楽曲のフルライブも実装してくれたら嬉しいですね。さらにこっちも恒例コラボ衣装の配布だぜ。いつものことですがコラボ衣装の再現度は高いので今回も楽しみですね。第1弾、第2弾のコラボ衣装もミッチェルシールで交換可能になるからどうしても欲しいって人は交換してもいいわね。そして恒例イベント第3弾の期間限定ライブスキンだぜ。これもタップ音がいつも癖になるのでまた遊べるのは嬉しいですね。このライブスキンで今度は大森一丁ガルパピコでもやりたいわ。初音ミクコラボは7月28日の15時からスタート。今月からもう開催なんてびっくりですね。先月はレールガンコラボあったから2ヶ月連続でコラボイベント開催なんて運営さすがだぜ。その他コラボを記念とした Twitter キャンペーン、YouTube での生放送もあるのでチェックですね。今までにカバーしてきたボカロ曲なんてたくさんあるのに全楽曲フルコーラスなんてすごいわね。ということで今回の動画はここまでです。急遽発表された初音ミクコラボも来週には開催されるので今から楽しみですね。コラボ以外にも水着イベントだったりラスの後編もあるから当分は飽きそうにないぜ。ぜひ皆さんのカバー曲予想を教えてください。初音ミクコラボ楽しみだよって人はぜひ高評価とチャンネル登録よろしくね。本日もご視聴ありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。